秋山玄造から1920年4月24日は、明治から大正期の実業家、政治家、衆議院議員、山梨県南駒郡増穂村長、海の国駒郡青柳村で、豪農、秋元玄米の4、男として生まれる、村塾で漢学を治め、普通学を独習した。1873年分家したが、長兄、長十郎が、 藤川総南で死去したため、その後、活動の貢献として入府した。1876年、増穂村副校長に就任。以後、増穂村会議員、同村学務委員を務める。1889年、町村政志向に伴い、初代、増穂村長に就任し1891年まで在任。1890年、南駒郡会議員に就任し、同参事会員も務めた。 1889年山梨県会議員に選出され、1893年に再選され1897年まで2期在任した。1898年8月の第6回衆議院議員総選挙で山梨県第3区から県政本党所属で出馬して当選し、衆議院議員に1期在任した。実業界では合志会社青山運輸役員、 山梨農工銀行取締役、秋山銀行顧問、共同政治、白麗社社長などを務めた。ありがとうございます。